天気と雲の動きを観察してみましょう。家の近くで場所を決めて観察しましょう。一日のうちでどんな風に雲が変わっていくのか、時刻を変えて観察してみましょう。雲の形や量が変わっていきます。何日か続けて観察してみましょう。1日目です。青空も見えていますが、雲がかかっています。雲は動いて増えたり減ったりしていきます。2日目です。全体に薄く雲がかかった感じです。3日目です。この日も薄く雲がかかっています。雲がだんだん増えてきました。空全体が雲に覆われています。次の週3日間観察してみました。空に綿のような雲が広がっています。全体に灰色っぽくなって、雲の形がどんどん変わっていきます。空が暗くなってしまいました。まただんだん様子が変わっていきます。西の方が少し青空が見えています。1時間経つとすっかり青空が広がり、午後4時には晴れになりました。2日目です。この日も全体に雲がかかっています。ここから10秒おきに雲の様子を撮ってみました。西から東に流れていくのがわかります。この後も雲の様子は変わり続けました。青空が少しずつ見え始め、4時頃には晴れになりました。3日目です。この日も朝から厚い雲がかかっています。でも青空も見えています。青空がどんどん増えてきました。綿のような雲が南の方にかかっています。南の方には高い山があり、その上に雲がかかっているようです。皆さんも空を見て気づいたこと、分かったこと、不思議に思ったことを書き留めておきましょう。